原久美子です。自分の体の中で一番好きなところは、そうですね、目ですね。私の理想の男性は、笑顔が可愛いっていうか、笑顔の素敵な人が大好きです。それと、あと一緒に話してて楽しい人がいいですね。あと一番肝心なのが、私がおっちょこちょいなんで、やっぱりしっかりした人がいいですね。私の将来の目標はまだこれというものは決まってないんですけれども、今いろいろなことにチャレンジしている段階なんで、今は一生懸命頑張りたいと思います。皆さんぜひ応援してくださいね。じゃなくて演歌に凝っています。例えば18番で歌えます。小向か雨降る水道筋、演歌が一番ですね。私の一番体の中で気に入っているところは、私は顔も丸くて体も撮ってるんですけど、足が一番好きかな。
ほど、好きな男性のタイプはと聞かれたんですけども、私は優しくてたくましい若大達也さんみたいなタイプの男性が好きです。私は、よく一人で生きていけるような女の子だって言われるんですけども、すっごく寂しがり屋で頼れる人がいないと生きていけないと思います。将来の目標は何でもこなせるマルチタレントになるのが私の夢です。木本直美です。まず私のこと何から喋ったらいいか、いろいろ考えたんですけど、まず趣味からお話しますね。休日の日はドライブに行ったりとか、車を走らせるのも大好きです。車の中で窓閉め切っちゃって音楽大ボリュームでかけて歌歌ったりとか、あとはお料理をするのが結構好きで、そんなにうまいって自信は持てないんですけども、家庭料理でお芋の煮っころがしとかきんぴらごぼうを煮たりとかね、そういうのが結構好きなんです。そういうのおいしいって言って食べてくれる人が早く現れるといいなと思ってます。自分の体で自信のあるところはって聞かれたんですけれども、あんまり大きくもなく小さくもないこの鼻と、それから水着になった時に見える星が私は自信があると思っています。男の人のタイプは、ちっちゃい頃にピアノをやっていまして、十何年やったんですけど、音楽が大好きなんですね。だから音楽の大好きな人で、
それから本をいっぱい読んでて私よりいろんなこと知ってる人かな。それは優しいに越したことはないんだけれども、多少わがままでも自分の生き方とかポリシーとかをしっかり持ってる人が好きです。浅田由美子です。私の大好きなお洋服は、今年はジュニアゴルチエがとっても好きです。このゴツゴツした感じはとっても好きなんです。で、普段カジュアルとしてはほとんどジーパンが多くて、ハードに着こなすのは自分ですごく好きなんですね。で、ジーパンっていうのはとっても硬そうなんだけど、とってもね、肌にいい感じだから、これからももっと着こなしていきたいなと思ってます。私の一番魅力的だなと思っているところは、目とあと少しエッチなんですけれども、胸の形がいいんじゃないかなと思っています。すごくしない人、ちょうどこう手のひらでこうコロコロ私をいじってくれる、そういう人が好きです。将来の目標は、女優になることです。映画とかドラマとかやっていけるような女優になりたいと思っています。広田由美と申します。チャキチャキの下町育ちで元気いっぱいの21歳です。私のチャームポイントは、自分で言うのもなんですが、キリッとした目、
じゃないかと思います。皆さんはどう思いでしょうか。ともどもとっても充実して楽しい生活を送っておりますので、これといって将来の夢とかは考えずにこのままの状態でずっと行ってくれたらなと思っております。こんな私ですが皆さんどうぞよろしくお願いいたします。